一押しお天気をお伝えします。こちらは今の紋別の様子、ほんのりオレンジ色の夕焼け空見えています。日中は日差したっぷり、気温が上がりました。最高気温です。紋別は昨日より5度も高く 25.8 度、2週間ぶりの夏日です。帯広や苫小牧など道内18地点で25度以上となりました。札幌も夏日一歩手前 24.8 度まで上がっています。変わって今の札幌中心部、少しずつ暗くなってきましたが、綺麗な空広がっています。この時間も少し風が出ているので、何か羽織るものがあると安心です。今日も道内は爽やかな秋晴れのところが多かったんですが、明日のポイントはこちらなんです。明日も北ほど晴れて気温は上がりそうなんですが、南ほど雲が広がりやすくなってひんやりしそうです。では天気を詳しく見ていきます。今日の北海道上空、ほとんど雲がありません。日差したっぷり、気温が上がりました。ただ南の方を見ますと、渦を巻く大きな雲があります。これは台風17号です。今後の進路を見ていきますと、台風は東へそれるように北上していきます。日本列島には近づかないんですが、道内は台風の影響若干受けそうなんです。右は明日の天気図です。台風の北側には前線がありまして、台風の北上に伴い前線も北上していきます。この雲の一部が道内にもかかりそうなんです。では明日の天気傾向です。お昼の天気傾向です。前線に近い太平洋側、日高から十勝、釧路、根室方面では雲が広がりそうです。その他も薄い雲は広がりますが、北ほどよく晴れる見込みです。ただ朝は冷えて、日中は日差しで気温が上がるため、気温差が大きくなりそうです。朝と昼で15度以上の差になるところも出てきそうです。では明日の時間ごとの天気、まずは道央と道南です。薄い雲の広がる時間はありますが、各地で晴れて札幌は25度、11日ぶりの夏日の予想です。日向で体を動かす場合は半袖でもちょうどいいくらいです。その他のところも心地よい陽気です。昼間は長袖のシャツ1枚で過ごせそうです。続いて太平洋側です。長万部、室蘭、苫小牧は晴れて心地よい陽気です。浦河から東部の地域は曇り空、雨の可能性は低いんですが、朝晩は霧や霧雨の可能性もあります。日中の気温も今日より低く、日差しがありません。昼間もひんやり感じそうです。変わって道北とオホーツク海側です。朝の気温は今朝より高いんですが、内陸では一桁の冷え込みになりそうです。日中は気温が上がって25度近いところも多くなりそうです。朝と昼の気温差、名寄で15度、旭川で14度となりそうです。夜になりますと、また気温がぐっと下がっていきます。一日の中の気温差が大きくなります。脱ぎ着しやすい服装でお出かけください。そしてこの先10日間の天気です。あさって以降は秋晴れが続きそうですが、気温は夏のようです。週末10月になりますが、季節外れの暑さです。札幌は金曜土曜と27度、来週月曜にかけて4日連続の夏日になりそうなんです。この時期としては観測史上初めてのこととなるかもしれません。衣替え、夏物はまだ何着か残しておいてください。ただ来週4日火曜日の雨で季節が一気に進みます。気温は急降下、5日水曜日には高い山には雪の便りが届くかもしれません。体調管理もお気をつけください。以上お天気でした。